こんにちは、レガリアです。今ですね、仕事が終わって夜勤明けなんですけど、車に乗り込んだところで車がなんとバッテリー上がってました。ということでですね、今回以前購入しましたこちらジャンプスターターですね、こちらを使ってエンジンをかけてみたいと思います。現在バッテリーが上がってる状態なんですが、時計はついてます。あとはですね、エンジンはかからないです。ちょっとメーターを映します。ではですね、こちらのキーを一回入れますとこんな感じです。これをオンにしますと、かからないですね。なんかもう一回エンジンスタートしてみます。なんか鳴り始めましたね。消えた。あ、ついた。この車のですね、障害物を検知するこのソナーってやつがピコピコ鳴っちゃってますね。メーター周りのランプはこんな感じになっちゃってます。で、ドアを開けるとルームランプがつくんですが、ちょっと開けてみます。ああ、もうこんな感じですね。片側しかつかないですね。現状こんな感じです。ここで見えるか。ちょっとまたキーひねってみますね。こんな感じです。完全にバッテリー上がっちゃってます。はい、この車はですね、アルファードの一番古い型のハイブリッドなんですが、普通車のボンネットの中にバッテリーがあると思うんですが、この車はですね、バッテリーがここにあります。ここにあります。運転席と助手席の間のこの肘掛けの下にですね、バッテリーが入ってます。はい、ではこちらですね、以前購入しましたこちらのジャンプスターターを使ってエンジンをかけていきたいと思います。はい、ではまずこちらですね、こちらジャンプスターター本体のここにですね、車の絵が書いてあります。ここをですね、開けると今見えているコネクターがここですね。このコネクターなんですけど、これが入ります。今回全く撮影の準備してなかったので、携帯で片手で撮ってます。すいません、ちょっと見づらかったらごめんなさい。はい、ではまずですね、ジャンプスターターを接続するんですが、まずこちらのジャンプスターターケーブルというのをバッテリーにつなぎます。赤い方は赤い方へ、黒い方は黒につなぎます。こちらですね、ボディの金属部分とかそういった場所ではなく、バッテリーに両方接続します。ではこちら早速つなぎます。はい、では今バッテリーが見えてるんですが、この今正面ぐらいにですね、赤い端子があります。はい、ではちょっと見づらいんですが、こちらですね、バッテリーの赤い端子の方に赤いクリップです。で、この右に行きますと、もう一つ端子がありますので、そちらに黒のクリップを接続します。はい、そうしますと、こちらにですね、ジャンプスターターに接続するコネクターが見えます。では、これをですね、ジャンプスターターの方に接続します。はい、ではこちらですね、ジャンプスターターの本体にコネクターを挿しました。こんな感じになってます。こちらジャンプスターターの本体ですね、コネクタを接続しまして、この赤い方のケーブルはバッテリーの赤い端子の方へ、もう一つこちら黒い方はですね、ちょっと黒い表示があるかどうかわからないんですけど、もう一つの端子につなぎます。このような状態です。ここからですね、電源を長押しして
電源オンします。あ、よかった。この前2回ほど使ってるんでちょっとメモリ減ってますが、今ですねランプ3つついてます。一応説明書の方はですね、ランプが2個以上ついてる状態で使用してくださいと書いてありました。今3つあったんで大丈夫でしょうかね。はい、ではこの状態でエンジンをかけてみたいと思います。お、さっきと全然反応違いますね。おお、かかりました。ルームランプもですね、これつくと思います。つきますね。ルームランプもちゃんとつきます。はい、バッチリエンジンかかりました。はい、では今度こちらジャンプスターターを外していきたいんですが、今度ですねこのコネクタを抜きます。片手で抜けないな。はい、では片手で外せなかったんですが、こちらのコネクタを抜きました。あとはですねこちらのクリップを外していきます。はい、ということでジャンプスターターを外しました。あとはですねこちら戻すんですが、ちょっとまたですねよいしょ、ケーブルもいっぱいあったりまた上がるとは思うんでこのままにしておきます。はい、ということで今回はですねこちらのジャンプスターターを使って車のバッテリーが上がってしまったんですが復帰させるという動画でした。意外と簡単にできるなと思った方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録をしていただけるともっと嬉しいです。はい、ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。夜勤明けでちょっと眠いです。